千葉県市川市の閑静な住宅街の一角で観賞用メダカの店頭販売や通信販売を行っているソラメダカ。およそ50種類3000匹の中には1万円を超えるメダカも含まれています。先月、何者かによって大量のメダカが一夜にして盗まれ50万円もの被害に遭いました。店主の石井さんが異変に気づいたのは、飼育ケースのメダカの世話をしようと翌朝バックヤードに行った時のことでした。飼育ケースの上に置いてあるスチールの網が全て散乱していたと。数台設置してある防犯カメラを確認すると、目が光ってる何かが現れた。尻尾に縞模様があると。一見してアライグマだなって、絶対許せない、絶対捕獲してる。メダカを盗んでいたのは人間ではなくアライグマ2匹でした。仲良さげな様子からつがいなのでしょうか。根こそぎメダカを食べて満足したのか、わずか10分ほどで立ち去ったといいます。当初は怒り心頭に発した石井さんでしたが、心境に変化が。捕まれば間違いなく殺処分になってしまうと思いますので、今は仕方ないね、君たちも頑張って生きてくださいねっていう、そういう気持ちですよね。重しを乗せる対策を取ってからは被害には遭っていないそうです。